こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。今日はですね、頭痛持ちの人の特徴について解説していこうかなと思います。長年ですね、頭痛持ったりとか頭痛悩まされてるよっていう方はぜひですね、この動画を見ることで自分の頭痛の原因が何なのかっていうのが分かってくるかと思いますので、ぜひとも最後までご覧いただければと思います。それでは行きましょう。はい、今回ですね、ご紹介する、頭痛のパターンっていうのがありまして、今からですね、5つのチェックポイントを挙げさせていただきます。このチェックポイントですね、1つでも当てはまるよっていう方はこれから動画の中盤でお話しすることが原因になってきますので、まずこのチェックポイントを当てはまるかどうかを、ご覧になっていただければと思います。ではいきます。1つ目、こめかみや側頭部の頭痛が多い。2つ目、朝起きると肩や首が凝っている。3つ目、天気が悪くなると頭痛が起きやすい。4つ目、長年頭痛に苦しめられている。5つ目、締め付けられる頭痛、重い頭痛が多い。はい、皆さんいくつ当てはまりましたでしょうか。一つでも当てはまる方っていうのはですね、かなり頭痛としてはしんどい方なんじゃないかなと思います。頭痛ってね、やっぱりもう何もやる気が起きなくなるし、行動もできないし、ひどいとね、吐き気とかも出てきちゃう人も多いので、本当に深刻だなと思います。で、なおかつ、なかなかね、お薬飲むだけでは根本改善にならないっていう、背景もあるので、かなり長く悩んでいらっしゃる方がやっぱり多いなっていう印象ですね。その方に向けて、今日はですね、今挙げた5つのチェックポイント。これらに1つでも当てはまる方っていうのは、共通した原因っていうのが、歯ぎしりなんですね。はい、今歯ぎしりって言われて、あっていう風にピンときた方もいれば、歯ぎしりかっていう風に思った方もいると思います。それもね、当然だと思います。歯ぎしりってなかなかご自身では自覚しづらいものなんですね。なので、ある人は歯医者さんに行った時に初めて、あれ、〇〇さん歯ぎしりしてませんかっていう風に指摘されたりとか、ある人は、家族から歯ぎしりちょっと最近ひどくないみたいな、そんなような指摘があったりとかで初めて気づくものなんですね。なので、なかなかご自身では気づかない側面もあります。特に一人暮らしされてる方なんかはなかなか気づかなかったりするので、歯ぎしりかっていう風になってしまうんですが、ぜひですね、そのチェックポイントに当てはまる方はこの動画最後まで見ていただければと思いますので、お願いいたします。はい、ではですね、この歯ぎしりが原因でなぜチェックポイントのような頭痛が出てくるかっていうところなんですが、まあ歯ぎしりを、しているとですね、当然この顎関節に負担がかかっているわけなんですね。もちろん歯にも負担かかるんですが、それよりもぐーっと強く噛むことによってこの顎関節が異常をきたしてきます。で、この顎関節が異常をきたすことによって、この5つのチェックポイントの症状が出てくるんですね。一つ一つ簡単に説明していくと、こめかみや側頭部の頭痛っていうふうに最初に言いましたが、噛むことによって、ここの側頭筋、あとこめかみ、ここの筋肉もぐーっと噛むときに使う筋肉なんですね。なので、噛む習慣が多ければ多いほど、ここの横の筋肉とかこめかみの筋肉が固まってしまって、ここに頭痛が起きやすくなる。そんなようなことなんですね。二つ目の、朝起きると、首や肩が凝っている。この方もですね、歯ぎしりしている方っていうのは割とぐーっと全身が緊張しているような状態で寝てる方がほとんどなんですよ。リラックスした状態で歯ぎしりだけしてる人ってなかなかいないんですね。なので、こんな緊張しながら寝てると当然朝起きた時に首や肩が凝りやすい。あー、なんか朝から凝ってるな。そんなような方も多いと思うので、これに当てはまる方はそういったことになってきます。で、三つ目の、天気が悪くなると頭が痛くなりやすいっていうことなんですが、これはですね、以前にうちの動画でも気象病についてちょっと話をしているんですが、気圧の変化に影響される人と影響されない人がいると思います。影響されない人は、まあ雨だろうが何だろうが別に体調変わらないんですが、影響される人っていうのは、もう雨が降りそうだなっていう時になるともう途端に体調悪くなったりとかするもんなんですね。で、その差が顎の関節っていうふうに考えてます。顎の関節が調子良ければ気候に影響されにくいですし、調子悪ければ気候に影響されます。で、その背景にやっぱ歯ぎしりがあるなっていうふうにいつも考えてます。で、4つ目もですね、長年頭痛に苦しんでる。これもですね、もちろん歯ぎしりっていうのは結構長年のものが多いので、そういったふうに当てはまってくると思いますし、最後の締め付けられるとか重いような頭痛、これはですね、いわゆる緊張型頭痛って呼ばれるようなことに分類されてくるんですが、歯ぎしりしてる方っていうのはどうしても全身が緊張しているので首肩がすごい凝りやすいんですね。で、
首の凝り方の凝りからはやっぱり締め付けられるような重いような緊張型のような頭痛が出やすいので、こういった形になってきます。なのでこのチェックポイントで温まる人はやはり歯ぎしりを疑うっていうのが一番早いんじゃないかなっていうふうに考えてます。でこの歯ぎしりもですね本当に厄介で、例えば耳鳴りの原因になったりとか、あとめまいの原因になったりとか、あと耳の閉塞感、こもり感、あとはもっと言うと難聴の原因にもなったりします。あとは顔面神経麻痺とかも結構ありますね。あとは声が出にくかったりとか、それも実は顎、歯ぎしりが原因だったりっていうことも多いです。なのでこういったものが歯ぎしりから来るんだよっていうところをぜひ知っていただいて対策をしていただければなと思います。でこのですね、顎関節症について他にもですね、うちで治し方っていうのを動画出しているので、そちらも参考にしていただきたいんですが、あとは歯ぎしりの2つの改善法ということで、こちらも動画に上げておりますので、改善法をぜひ知りたいよって方はそちらの動画に飛んでいただいて、そちらを実践していただけると、結構治ってくると思うんで、ぜひ参考にしていてみていただければなと思います。こんな感じですね、今日は、頭痛のですねお話になりましたが、いつもですね耳鼻科に関する情報を提供しておりますので、ぜひですね少しでも役に立ったよって方は、高評価ボタンとチャンネル登録していただけると、動画投稿のモチベーションになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。